北海道ビラトリ町ニブタニで本来のアイヌ文化に触れる。おお、はい、アイヌ文化ね、はい、そうなんですよ。北海道実は行ってきますね、昨日かな、行ってきたんですけれども、本来ちょっとウポポイというのを見たかったんですよ。はいはい。ウポポイってなんか聞いたことないですか？私ないです。ないか。ね。ここありますけどもね。あります、はい。ちょうどね、去年2020年に、そのアイヌのですね、アイヌ文化の復興発展のための拠点となる、ナショナルセンターという、民族共生象徴空間というものを、白老町という、ところでですね、アイヌ民族がたくさんまだ残っている土地場所で、アイヌの文化をもうちょっと大切に扱って広めていきましょうみたいなんで作られたんですが、これが東京オリンピック2020年に開催されるタイミングで、観光客もたくさん入れて、いっぱい盛り上げていこうってなってたんですけれども、そのコロナの影響で、そのオープンが先送りになりまして、2020年の7月12日にちょっとコロナが去年一時期収まってたタイミングで、開館したっていうところなんですけど、はい。ここでそのアイヌ民族の文化とかが、歴史とかがいろいろ学べるっていうことで行きたかったんですが、昨日が月曜日なので僕行って気づいたんですけど、休みやったんですよね、北海道まで行って。これは絶望でしかないですけど。絶望やな。絶望的でしょ。絶望的はなぜ確認しない。そうなんですよ。まさかでしたけれども。はい。はい、で、他ちょっと待って、せっかく行ったのになんか、なんとかならんのかなと思って調べたところ、ビラトリという、ところにですね、ビラトリのニブタニという場所に、こちらもすごいアイヌ文化が、すごい根強く残っていまして、で、ニブタニアイヌ文化博物館という、資料館というか、施設にね、ちょっと行ってきたんですよ。はい、ただこの、もう結構タイトなスケジュールで、一泊二日といっても、今日だから帰ってきたんですけど、すごいスケジュール、これに間に合うように帰ってこないといけないんで、めちゃくちゃ偉いスケジュールやな、めちゃくちゃハードなスケジュールだったんですけど、新千歳空港に着いてから、このビラトリ町に行くまで、もうルートがほとんどなくて、電車に乗ってですね、 JR 乗って向川というところまで、この地図が誠さんと山内さんのとこに、送られてると思うんですけど、ちょっと下の方ですよね、はい、はい、ね、向川というししゃもで有名なところまで行って、電車で行って、そこからタクシーで30分ということで、1時間半から2時間かけてこのビラトリ、ビラトリ町の二豚にアイヌ文化博物館行きました、はい、遠いな、遠かったですね。でもやっぱすごい、このゴールデンカムイという漫画でやっぱりアイヌ文化がすごいね、今言われてますよね、フィーチャーされてますんで、結構あの知りたがってる人たちって多いんですけれども、このそもそもこのビラトリ町、二豚にというところはですね、アイヌの人たち、アイヌ民族が、の人口密度が一番高いと言われている場所でありまして、昔から、アイヌの文化が根強く残っていると、で、チセというのが、アイヌの人たちが住んでいた家ですね、はい、がそのまま残ってあったりとか、あとそのチセ、レプリカみたいな感じで作られているこの知性の中で、そのアイヌ民芸品、工芸品を、あの実演で作っているのを見れるっていうのがあったりとかですね、これが二豚に板というお盆なんですけどね、お盆の中にあのアイヌ独特の文様ですね、なんかこう幾何学模様みたいな、これをちょうど彫刻で彫っているところを見れたりとかですね、アッツシと言われる樹皮の織物とか、そういうのがたくさん展示されてあったり、してました、でその中で、僕そんなにアイヌのことも詳しくなかったんで、この昔の写真とかもね載ってるんですけど、アイヌの人たちの女の人がね、口に黒い何かを塗ってるんですよ、でこれが何なんだろうなと思ってたんですけど、これ入れ墨なんですよね、タトゥー、これタトゥーなんですよ、なんかすごい、なんだろう、口、ものすごい口紅に失敗したみたいな感じで、大きい口のような女性がいるじゃないですか、これはもう掘ってあるんです、入れ墨なんです、はい、でこれは女性になって、だから、この入れ墨を掘ったら
女性として認められるというものだったらしくて、そうなんや、はい、死ぬ家と言われるものらしいんですけれども、うんうんうん、めちゃくちゃ痛いらしいですこれ掘るとき、なんだけどこの掘るときに13歳14歳ぐらいの時にタイミングで掘られて、それでやっと女性として認められるみたいなのがあるんですけど、うん、これが赤ちゃんを産むときにこの痛さをこらえるためでもあるんじゃないかみたいなことが書かれていて、あ、なるほどなと。で、まあ、現在はもちろん廃止されてましてというか、明治何年かに、まあ、その廃止みたいなのがなって、そこからはこの死ぬ家の入れ墨が残ってる方はもういないらしいんですけど、まあ、資料館の方のおばあちゃんの世代とかはまだいてたと言ってましたね。はい、でこの下次のページといいますか次の紙の写真を見ていただいたらこの格子状の、なんていうんですかね、木の檻みたいなのあるでしょ、これはね、イオマンテという熊を送る儀式があるんですけれども、これ聞いたことないですかね、知ってるよ、知ってます、イオマンテってイオマンテの夜っていう歌があるぐらいやからね、あ、そうですね、細川たかしさんも歌ってますけども、歌っておられる、そう、はい、実はこのアイヌの人たちというのは、そのアイヌモシリ、アイヌって人間という意味なんですけど、でモシリっていうのが世界っていう意味で、アイヌモシリ、人間の世界と、カムイモシリ、カムイっていうのは神様ですね、神々の世界の2つあるという考え方なんで、はい、その中でも人間の力が到底及ばないもの、まあ、このアイヌ、この北海道で言ったらヒグマってやっぱ力及ばないんですよね、人間からしたら、であったり、まあ、恵みを与えてくれるものであったり、生活に不可欠なものを、まあ、カムイが宿っている、神様が宿っているとしてこう敬ってきたと。これだから、八百万の神の発想とすごい神道に似てたりするんですけど、そうやね、北海道には僕ロケ行ったことあるけど、カムイコタンっていうとこがあるからね、そうですね、コタンは集落っていうなんで、神の住まし集落村っていうですね、ですよね、はい、そうそういう考えがあるので、このクマが特にもう、これはもう今でも残ってたりもするらしいんですけど、冬の終わりに冬眠しているヒグマを狩るんですよね、でそのクマを、まあ、イオマンテで、神様に、クマの中に入っている神様を神の国カムイモシリへ送るっていう儀式なんですけど、その狩ったクマに子グマが、子供がいた場合、その母親は、まあ、そこの熊送りするんですけど、残された子グマを大切に自分の子供のように村に持って帰って育てるんですよ、で育てて大きくなって手に負えなくなりだしたらこの檻の中に入れると、はい、でもすごい村の中では上等な食事を与え続けて、で2年ぐらい経った時にその子グマをまた熊送りで、儀式をした後に、まあ、殺してしまうんですけど、それで神様のもとに送るという儀式があるんですね、その写真がねすげえリアルなんですけど、そういうのやっておられたんやね、はい、熊送りか、そうそう、だからまだまだなんていうんだろうかな、あの僕らが知ってる、日本の文化とも近いのもあるけれども、やっぱりちょっと僕たちと考えれないね、独特の文化がね、ほんまにいろんな方が、ね、まあ、金田一京介さんもねそうですけども、はい、まあ、いろんな方が研究なさってましたもんね、そうなんですよね、だからちょっとまだまだアイヌのことを調べたいなと思ってますんで、ちょっと来週もアイヌの話になるかもですけども、はい、よろしくお願いします、わかりました、はい。